こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、シンコペーションの連続ということですね。Feel Like Making Love のね、ここの部分アプローチの練習ね、ここの練習をしていきたいと思います。こことここね、シンコペーション2回あるんだけど、そうするとここ8分布2つ分しかスペースがないんですよ。だけどここに関しては前回やった時みたいに頭拍がないところの音符だったら何でもいいので、7番11番9番っていうのが、こうまあ同じ部類、1,2,4,5でいくか、その手前に音を入れた11番でっか、9番はその後ろに音を入れて、で跳ねるんで、っていう風に入れましょう。そしたら、もう一つ経路の裏裏でアプローチするやつ、その間に音符が入るやつ、音はない。っていう感じね。そしたら、前回と同じくなだれ込み。要はここで決定シンコペーションするんだけど、ワンツースリーっていくところをワンツースリーっていうふうになだれ込んだ。もうシンコペーションそのままなだれ込んだ。なだれ込みだと1,2,3 っていう風になる。そうするとここを休符開けちゃえば、ここね、ここ休符1個開けれるじゃん。そうしたらこれ、ここってシンコペに聞こえるので、で、うたたん、うっと、こう、ワン、こう、裏から裏へつなげる感じね。こういうのシンコペーションの僕は連鎖と呼んでます。こういうのを使ったりすることもできます。で、のび太くんフレーズを入れるね。これは、のび太くん。じゃあ4つ作ってみましたね、エクササイズで。ここはベースがドーンとドードなので、ここのシンコペーションを合わせたリズムパターン、ここ2小節やって、でここからここを前回のアプローチ、シンコペーションの手前をタントントンジャンタッタジョータン、これは定番のパターンですね。でタタンタタタタ、これなだれ込みのパターンで、裏から入ってきてタンタタタタ、もう一回なだれ込んでタタンタンタタっていう風に受けてるパターンで、これうんタタッパドン、いきなり最初からここからシンコペーションしてここに着地、これドーンみたいな。でうたたドッパドン、ここがさっきはスネアだったけど、ここねシンコペーションしてる感じ出すんだったらハイハットとバスドラがいるので、うたたドッパドーンって入れると、まあ、シンコペーションした感じで、裏で受けてって感じですね。こうだからたたとったと、ここはこうですね、ここくっついちゃダメなので、16番符と8番符ね。で最後のところはたのび太くんねえのび太くんフレーズと呼んでますが、タンのび太くんじゃーんのび太くんじゃーんタタタタンタタっていう、この4種類ですね。この4種類を叩き分けてみたいと思います。
はい、いかがだったでしょうか。という具合にね、この曲をやっていくときに、ここの1段目の部分っていうのは何十コーラスも出てくるわけじゃないですか。なので、まあ、いろんなことができるとね。だからずっとシンプルでもいいし、あ、この人結構細かく弾くから僕も細かくやろうかな。結構なだれ込んじゃおうかな。まあ、シンコペーション自体は無視しても全然平気で、シンコペーション全然無視しても全然平気なんですよ。なのでシンコペーションっていうのは、みんなでここ飛ぶからね、一緒に合わせてくれたら跳躍感出るよみたいな感じで、まあベースも無視してたりすることもあるんで、絶対じゃないんだけど、ここにみんなシンコペーション集めやすいんですよ。ってことはシンコペーション来るなと思ったらそこを合わせつつ、間がいろいろ取り抜けれると、ものすごくいろんなアプローチができて楽しいんですね。っていう風に考えて、こう考えられるパターンを全部こう組み合わせて出してみて、自分でこう考えて出すっていうのは、僕は昔からすごい好きで、こういうのを作ったノートが山ほどあったんですけど、もう全部捨てちゃいましたけど、サイコロで選んだりとかしてた時期もありますね。なのでこうやってやって、あ、こうやってやったらこのフレーズ面白いなとか、これはあんま使えんなとか、あ、でもこれってこうタオだったらうまくいくんじゃないかな、あ、これスネアのフラムだったらうまくいくんじゃないかな、みたいな感じでいろいろできると思うので、ぜひいろいろ試してみていただけたらと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。